井口敏秀は、旧大和銀行ニューヨーク支店元公員の小説家である。同支店前国際大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件の中心人物である。当時ウォール街ではトレーダー都市と愛称されていた。1951年、兵庫県神戸市に生まれる。1969年、神戸市立吹合高等学校を卒業後に、 アメリカ駐在の父親からニューヨークへ呼ばれ、ニューヨーク大学の外国人向け英語クラスなどで学び、翌年2月にミズーリ州立大学軍へ入学する。父からの仕送りは学費に限られ、皿洗い、ウェーター、食肉処理場の夜景など週あたり30時間ほど、様々なアルバイトにつき、4回政治はチアリーダの一員として、ミズーリ州内各地の大学で活動する。 在学中の1974年、セントルイス出身の米国人女性と結婚し、マツダ自動車の販売員やシボレーのトラック販売員などを務め、1975年に残る必修科目を納め同学を卒業する。年秀勇井口ビューアビチュアリーサービスインフォメーション。年秀勇、井口アビチュアリー、2021年1月26日、閲覧。 下山新のツイッター、2019年4月14日21時50分のツイートハット ABC、下山新、www.facebook.com、2019年4月15日閲覧。告白 P77 から4行目参照。この間に、初行の告白を執筆している。ブルームバーグ、元山と銀トレーダーの井口氏。 未承認取引の大半は発覚せず、2014年5月2日閲覧、ありがとうございます。